はい、ということで今回はポケモン SV で翡翠ゾロアの色厳選ができるようになったので、そちらのやり方を紹介していきます。レジアルはね、おしゃぼが使えなかったんですけど、なんと自分の好きなボールで厳選することができるので、ぜひ試してみてください。めちゃくちゃ可愛いですね。はい、まずやり方なんですけど、追加コンテンツを購入していきます。有料ダウンロードコンテンツゼロの秘宝っていうので、前編緑の仮面と後編青の円盤が秋頃に配信されることが決定しました。必ずね、自分のソフトのパッケージに合った方を選んでください。自分はバイオレットなのでバイオレットを購入しました。そしたらまずおまけなんですけど、この追加コンテンツっていうところがあるので、こちらのアイテムを確認すると、なんと入制服セットがもう受け取ることができますね。で、 PV ではなんか林間学校で縁日みたいなとこ行ってたので、ついに制服以外の服装も着れるかと思うとね、めちゃくちゃワクワクしますね。今んとこ制服しかないんでね。はい、そして、もう一つシリアルコード合言葉で受け取る、で任天堂アカウントに、紐付けされてるメールアドレスにシリアルコードがね届くと思うので、そちらをね入力してください。まあ、これはねそれぞれシリアルコード違うと思うので、この動画の通りのやつを売ってもゲットできないので、買った人限定なので注意してください。はい、打ち終わったらなんと翡翠ゾロワークがねもらえます。これちょっとプレシャスボール入りのね、ちょっと特別な技も覚えてるので、ぜひぜひゲットしてください。もう今日からね受け取ることができます。おー、かっこいいね、やっぱり。はい、そうしましたらチャンプルタンの西、まあどこでもいいんですけど、まずメスのゾロアをねゲットしていかないといけないですね。材料はポテトサラダ6とソルトかな、ソルトと2、ソルト2だ、ソルト2とベリージャム終わってんな、このちょっとまずそうなんですけど作っていきます。でポテサラ積み重ねるコツとしては、ピラミッド状にね積み重ねていくと割とね安定します。こう見た目的には結構崩れそうなんだけど、意外にいけるんだよ。こうやってピラミッド型に巨人王みたいに積み重ねてください。で上のパンは絶対乗らないので捨ててください。あとでスタッフが美味しく食べておきます。でピック刺したら完成ですね。でメスのゾロアが 12.5% って言って、まあ御三家と一緒ですね。ニャオハクワッスとかと一緒でちょっと出にくいのでね注意してください。はい、そしたら道なりに進んでいくとちょっと池があると思うんで、はい、ここら辺ですね。でここら辺のポケモンにねゾロアが化けてるんですけど、主に闇カラスが多いですね。なので闇カラスを見つけて、はい、覗いてあげるとね名前が表示されるので、そしたらエンカウントしてメスかどうか確認してください。今回ねたまたま一発目でメスが出たので非常に運がいいですね。はい、そしたら捕獲していくんですけど、これから自分が色違い厳選したいボールで捕まえてください。自分のボールはね色違いムーンボール合うかなと思ったのでムーンボールで捕獲しました。はい、そうしましたら翡翠ゾロアと、さっき捕まえた通常のメスゾロアで卵を産んでいきます。この時ね翡翠ゾロアの方を、翡翠ゾロアークか、ゾロアークの方には、ちゃんとね変わらずの石持たせないと通常のゾロアが生まれてしまいます。変わらずの石持たせることによってフォルムをね固定できます。そしたらまずは卵をねちょっとだけ受け取って産んでください。なんか翡翠ゾロアがさ卵から生まれてくるの新鮮だからなんか嬉しいですね。可愛すぎ、マジで可愛い。はい、そしたらムンボのゾロアが生まれたので、そちらと、海外産メタモンで国際孵化していきますね。そうすることで確率が最大になります。でゾロアの方には変わらずの石を持たせてください。おすすめの厳選方法なんですけど、ヌードル5とアマスパス1だけで、卵パワーレベル3がつくので、ピクニック前にセーブして、色違い出るまで卵産んで、色違い出たら、まあ、そのままで、色違い出なかった場合に、ね、逃がすのがめんどくさいのでリセットしてまた卵を受け取るところから始めるのをおすすめしますね。はい、ひたすらやっていきます。
はいや、早すぎ。ちょっと待って、まだ厳選始めて1回目なんだけど、1回目っていうか、ワンセット目なんだけど、ちょっと待って、早すぎない？メスじゃん。メス、みんな出ました、ムンボのメス出ました。早すぎ、2ボックス目ぐらいだよこれ。えぐすぎる。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。はい、というわけで今回はね、翡翠空の、厳選方法、おしゃぼ厳選方法紹介しました。可愛いのでね、ぜひやってみてください。ちょっと運が良すぎたので、皆さんどれぐらい出たのかぜひ教えてください。というわけで、この動画役に立った人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。おつると。